お土産でもらって一番いらないものランキング第10位、ヒマラヤの岩塩。あいおつです。あいおはらです。ヒマラヤの岩塩ってわかるかな。なんか俺がね、昔新潟の赤倉だっけな、赤なんとかっていう、赤の次の文字忘れたけど、スキー場に行ったことあるんですよ。でそこの土産屋にあったヒマラヤの岩塩っていうのがあって、なんかスタバのコップぐらいの大きさに、どれぐらいだろうな、親指よりちょいでかいぐらいの岩塩がゴロゴロっと入って、まあ、300円400円ぐらいだったかなっていうのが置いてあったんですよ。で当時の僕はもうそんなの見たらもう興味が引けてしょうがないと、欲しくて欲しくてしょうがなかった、もうマッハで買ったんですけど、中におろし金みたいの入ってて、一応削れるっちゃ削れるんですけど、めちゃくちゃ使いづらい。しかもなんか砂っぽかった。なんか多分あれ岩塩の根元の部分か知らないけど砂入ってたんですよ、ジャリッとして。もう俺が強く言いたいのは、お土産に岩塩を買うのはやめとけっていう、カマキリだい。ということで今回はね、とろ揚げをねしようかなと。ちょっとそろそろね花見に行きたいからね、パパッと10分ぐらい取って俺は花見に行くぞと。今回使うでこれ、キョスケネクロにクロンぶつけるだけっていう、でランバなんか最近そのキョスケが強いとかネクロが強いとか、なんかゴブゴヤかとかが強いって聞いたんで、その中でなんかちょっとずつでもやっていこうかなみたいな思ってて、ということで今回はキョスケネクロクロン、細かい部分が多分違うけど、まあなんとかなるでしょうと。負けたらスプーキーに落ちるから俺は絶対勝ちたい。 OK、 どうしよう、いきなり一回捨てちゃっていい、大丈夫だよね、捨てちゃえ、ほらないと、よいしょ、何つけてくる、枯渇かな、なんだろう、ナイトが出たら枯渇ぐらいのイメージしかない。ベビードラ、それは知らんな。ベビードラはベビードラで受けてあげればいいんじゃないか。よいしょ、そのあ、湯の頭いい、よしよしよし、いいんじゃないか、ウェイ、これちょっと待って、ネグロマサかゆくないね、あなた。よし、行ってこい、なるほど、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないか、はいはいはい、でネグロクロンで増やしてあげると、これよ、これです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 、あー素晴らしい、うわほー、たまんないね、強いのでは、キング、キングワンちゃん、めっちゃ削る、めっちゃ削る、めっちゃ削る、え、やば、え、終わるんじゃないの終わったし、最短まで、やば、1分経ってないぜ、経ったか、強っ、え、どうしよう、今シーズンこれでやろうかな、ゴーレムスゴーレムの時代は終わったんじゃ、時代はスケラネクロじゃ、もう一回やろう、え、楽しかったな、これはまたさっきと同じことをすればいいんじゃないかい、雪玉をまず投げると、俗に言う手札回しですか、果たしてこれが合ってるかどうかも分かんないけどね、俺も、え、よし発射、ラブライダー、しょうがない、突進は受けよう、トルネですればよかったんじゃないかい、もしかして、なんか重ねてくる、なんか重ねてくる、なるほど、なるほど、さっき買えなかったんだよな、これをトルネでこの辺に捨ててあげたらどうなる、やる気を見せろ、いやー、うん、しょっぱい、あ、でも入る、トータルウィン、
というわけでもなさそうだ。結構持ってかれてる俺のやつ。どうせテンプレデッキなんか存在しないんだ。よし、またやりてんだこれ。スケバレネクロクロで、もう一回キョスケを盾にすんな。いやー、あいつ強くね。おーい、なるほど、そいつは強い。あ、でもいいぞ。ネクロがすげえ時間稼ぎしてる。有能かこいつ。よくやった。ランバいらんかった説ある。マジアチャ強くね。いやー、お前キング来い。こっちだ。重っ。来ねえし。なんだこいつ、最悪だわ。一番ひどい。とりあえずネグロマンサーでお茶にご食で、ペッカがいることが分かった。いやー、でもな、あのマジアチャ強かったな。あれトルネですみたいな感じかい、もしかして。よいしょ、こっち来い。ずれてね。バカかな。あ、でもいいぞ。相手めっちゃおっさん入ってるやん。いやー、そいつ強いね。そいつ強くねえですかい。いてよー。よし、てめえもうちょい前来い。俺これでずらしてんの全部間違いじゃねえか。変な風にずらしてねえか。いや、あいつなんか変なの残ってね。ひぃ、あ、まずい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 。あ、終わる。ひぃ、トルネに圧倒的センスを感じなかった。ひでえ、トルネむずいね。いや、待て、今回はこのデッキを使い倒すんだ。トルネをちゃんとあのキョスケの上に重ねるっていうのをちゃんとやろう。絶対あれやらなきゃダメでしょ。オッケーオッケーオッケー。ドキドキ。最初にネグロが出すのがいいんかな、これ。一旦キョスケをペット出してみる。メガゴ。メガゴといえばゴーレム。ド偏見だけど。よいしょ。アーチャー。あ、届く届く。届いてしまった。増えろ。やった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 ぞ。いやはー、たまんねえな。これでしょ、もうこれのためだけに生きてるわ。なんか出した方がいいかな。なんか来たら雪玉で追っ払うような感じ。重ねて来られたらまずいね。でも大丈夫そう。オッケー、勝った勝った。これで一安心と。もう一回キョスケで、あえて泣いてやめてくんねーひーにひー。よいしょ。え、俺のランパ負けとるかな。なんでなんでなんで。おい、ランバーツ、おい、ロイジェ強えわ。なんだてめえ。お、間に合わねえか、間に合わねえか。こっち来たし。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やべえんじゃねえかい。お前、ロイジェ一体で俺、タワー一本とキング半分削られたの。なんだあれ。存在がバグでは。いや、待て、俺こっから勝つぞ。よし。ああいういっぱい出てきた感じのやつは
お前やめろっつってんじゃん、そういうことやめろっつってんじゃん。めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。ああ何笑ってんねん、はあ、出たエリババ。やって、これまたルージェ来んじゃねえの。来ましたね。お前一発がいけんだよ、やめろよ、つえ強っ。何あれ、やば。俺もロイちゃんめちゃレベル上げて使うかな落ちたし、え、落ちたの俺。あ、そっか、さっき4011か。はあ、いかんわ。ていうかさ、俺、まあ、クラロはその一応3年前からやってて、ブランク一回やめちゃった時期もあって、まあブランクあるんですけども、みんなこのなんだろう、4000の割にレベル高くねってなんか平均11とかじゃない。俺10でも結構だ、高えなとか思ってたけど、あー、割かしなんかなんだろう、みんな強えわロイジャーを許すな。最近エリババよりもロイジャーの方がヘイト高いわ。次回までにはもうロイジャイをもう一瞬でしばけるようなペッカを連れた編成で頑張りますので、応援のほどよろしくお願いしますなんだこれそれでは。